やあ。こんにちは、こんばんは、ヨッスイです。今回はアンビエントオクルージョンのレンダリングについてお話ししようと思います。シェーダーエディターでアンビエントオクルージョンノードをつなげてレンダリングすれば、アンビエントオクルージョンの効果をレンダリングできるのですが、アフターエフェクトとかで調整をする際にはアンビエントオクルージョンだけの素材があると調整が楽になります。この辺はCG 作品の作成方法によって異なるので、私の場合はということでお話しさせてもらえたらと思います。アンビエントオクルージョンのことをあまり知らない人もいるかもしれないので、簡単に説明すると、形状の凹凸をもとに光の遮蔽の濃淡をつけて陰影を強調する効果になります。穴とか隙間などの狭いところは暗く見えたりしますよね。そういったものを擬似的に表現することでリアルに見えるようにするわけです。ではブレンダーで確認してみましょう。ボックスを細分化して分割数を増やします。適当に面を選択して押し出します。シェーダーエディターに切り替えてアンビエントオクルージョンを確認できるようにマテリアルを調整します。わかりやすいように放射シェーダーにしてアンビエントオクルージョンノードをつなげます。これでアンビエントオクルージョンが確認できるようになりました。アンビエントオクルージョンノードの距離を小さくすると、より隅の部分だけが黒くなります。プリンシプル BSDF に変更してみましょう。ワールドの背景色を白に変更して明るくします。基本的にはテクスチャーの色にプラスしてアンビエントオクルージョンの効果を乗せてリアルな感じにしていくので、そのようにノードをつないでみます。カラーのノードを追加して色をつけます。そしてカラーミックスノードを追加して定山でアンビエントオクルージョンを乗せます。マテリアルごとにこの処理をしていけば、レンダリングした時にアンビエントオクルージョン効果が乗っていることになります。レンダリングされたものに特に処理を加えない場合はこの方法でいいのですが、この後にアンビエントオクルージョンの効果を調整したいという時にはこの方法だとアンビエントオクルージョンノードの調整をマテリアルごとに行わないといけません。それはとても面倒くさいですね。なのでアンビエントオクルージョンだけの素材というのが必要になるわけです。ブレンダーにはレンダーパスという機能があって、レンダリングするときにアンビエントオクルージョンだけの素材を保存してくれます。レビューレイヤープロパティのライトパスにあるアンビエントオクルージョンにチェックを入れてレンダリングすると、アンビエントオクルージョンだけの素材が確認できます。レンダリングが終わったら、右上の方にある統合をアンビエントオクルージョンに変更します。するとアンビエントオクルージョンの素材になります。ただノードで設定した時の陰影と違っています。レンダーパスで保存されるアンビエントオクルージョンはシーンに対して計算されているので、別のところで調整する必要があります。レンダープロパティのライトパスにある高速 GI 近似を開くと、アンビエントオクルージョンの距離という項目があります。ここに先ほどアンビエントオクルージョンノードで設定した値を入力してみます。そしてレンダリングして確認してみましょう。アンビエントオクルージョンノードで調整した陰影と同じになりました。これでレンダリングすればアンビエントオクルージョンの素材も保存できる状態になりました。普通ならこの後出力プロパティから保存するフォルダーを選んでファイル名を登録すればいいのですが、それだとアンビエントオクルージョンの素材は保存されません。アンビエントオクルージョンの素材を保存するときはコンポジターエディターから行います。コンポジターエディターを開いてみます。何もないですが、ノードを仕様にチェックを入れるとノードが表示されます。保存先を設定するときはファイル出力ノードを追加します。レンダーレイヤーのアンビエントオクルージョンをイメージにつなげてフォルダとファイル名を設定すればアンビエントオクルージョンの素材が保存されます。サイドパネルのノードタブを選択してプロパティを開くと基本パス等の項目が見れます。基本パスでフォルダを選んでファイルサブパスでファイル名をつけます。ただ現状のアンビエントオクルージョン素材だと少し問題があります。まずはコンポジターエディターで素材の確認ができるようにビューアーノードを追加します。アンビエントオクルージョンをつなげてみましょう。
アンビエントオクルージョンの素材が表示されました。ビューアーノードを選択すると真ん中あたりに×印が表示されるので、それをドラッグすると位置を移動できます。サイドパネルのビュータブからも操作できます。アンビエントオクルージョンの素材を見てみると、オブジェ以外の空白の部分は黒く塗りつぶされています。アンビエントオクルージョンの素材を使うときは基本的に定山で使うことになるので、背景が黒だとオブジェ以外の部分が真っ黒になってしまって非常に使い勝手が悪いです。とりあえずオブジェのマスクで黒い部分を抜いてみます。カラーミックスノードの係数にアルファをつないでオブジェ以外の部分を白くしてみました。これでも良さそうな感じですが、オブジェの周りに若干ラインが残ってますね。どうにかこのラインも消せないかいろいろ調べたところ、これも消せることが分かりました。まずカラー反転ノードを追加します。アルファをカラーにつなげます。これでオブジェの部分が黒く背景が白くなります。それをアンビエントオクルージョンの素材に追加で合成します。そうするとオブジェの周りのラインも消えて、アンビエントオクルージョンの効果のみの素材ができます。他のシーンでも試してみましょう。これはだいぶ前に作ったフリーザ線を利用して作成してみました。アンビエントオクルージョンの設定も終わっているのでレンダリングしてみます。コンポジターエディターを開いてみます。アンビエントオクルージョンの素材に切り替えてみます。先ほどと同じようにノードを組んでいるのですが、空の部分が黒いですね。これはライティングに使用しているHDR 画像をレンダリングしているので、アルファの画像が真っ白になっているためです。なので背景をレンダリングしないようにレンダープロパティのフィルムの透過にチェックを入れます。再度レンダリングしてみます。アルファの素材で空の部分が黒くなってますね。アンビエントオクルージョン素材を見てみると、ちゃんと空の部分が白くなっています。空の部分もレンダリングしたい場合はビューレイヤープロパティのアンビエントオクルージョンの上にある環境にチェックを入れると素材として保存できます。ただ空以外の部分は黒くなるので、合成すると黒い部分が若干見える可能性があります。なので別の空の素材を用意するか、コレクション全体をレンダリングしないようにして環境テクスチャーだけレンダリングしてしまうという方法が良いかなと思います。そんなこんなで最終的にはこんな感じで完成させました。かなり久しぶりな動画となりましたが、いかがでしたでしょうか。各素材のレンダリング方法はソフトによって違うと思いますが、ブレンダーはちょっとその辺がめんどくさいかなと感じてしまいます。仕事ではマヤを使うのですが、レンダーレイヤーみたいな感じでアンビエントオクルージョンやカメラスペースのノーマルとかを簡単に設定できるんですよね。私の場合は各要素でレンダリングして、アフターエフェクトで合成して調整するといった方法で作成しているので、その辺のレンダリングが簡単にできるとありがたいなと思ってしまいます。とりあえずアンビエントオクルージョンの素材のレンダリング方法は以上となります。それではこの辺で、チャンネル登録よろしくお願いいたします。いいと思ったらグッドボタンもよろしくです。それではまた。チャンネル登録よろしくお願いします。